市戸線は、香川県高松市の河原町駅と香川県佐抜市の、琴電伝市駅を結ぶ高松琴平電気鉄道の鉄道路線。高松と市戸を結ぶ初めての鉄道として、東山電気軌道により開業。沿線には、八島、薬里山、市戸寺などの名所がある。ほぼ全線にわたって、国道11号を呼び、四国旅客鉄道高徳線の北町駅。 指導駅間と並行している。ラインカラーはローズピンク。かつては青色で、車体前面の行き先表示板画も青色字のものが用いられていた。すべて普通列車である。河原町こと電子戸間の列車が30分間隔で運転され、平日は左右には河原町大町間の区間運転列車が加わるほか、こと電子戸発着列車の運転間隔も狭まる。この時、 河原町大町間は10の20分間隔となる。基本的には2両編成での運行であるが、朝ラッシュ時を中心に3両編成になる列車がある。改装も含めた、全列車に車掌が乗務し、生産や、車内補充券の発売、以下へチャージ、無人駅での収達、車内放送などを行う。かつては、琴平線、長尾線と同様に、高松地方発着であったが、 1994年に開始された河原町駅改良工事により琴平線、長尾線と線路が分断されたため、河原町高松筑工会にへの直通運転は廃止された。全駅香川県内に所在。1957年8月15日廃止。公園前駅中野町駅、藤塚駅、東田町駅河原町駅2011年5月現在。 旅客車20両が所属している。現在はすべて元名古屋市交通局の車両で、600型800番台が、片運転台の制御車である他は、すべて2両固定編成である。前出の通り、1994年以降指導線は、孤立線となっているため、通常の車両検査は、今橋駅隣接の今橋工場で行われ、大規模な検査は、 普通生産工場へ車両をトレーラーで陸送して実施している。なおこと電の所有する各路線は、河川電圧や車両のサイズなど直通可能な路線や使用可能な車両の組み合わせが各路線ごとに独特の変遷を遂げてきたが、詳細については高松こと平電気鉄道運転形態及び変遷を参照。倒産電気起動開業時に、 川崎造船所製の木製単車12両を用意した。四国水力電気時代の1918年に長崎電気軌道で製造された木製単車4両は機動船で使用。1928年に高生ボギー車が機動船用として申請されると13から15は鉄道船に移籍した。16は後に殺水車に改造されている。 ありがとうございます。